はい、どうも、こんにちは。今日のウォッチフェイスは有名なボールのウォッチフェイスです。うん、それがこちらですね。有名なボールです。怪物ボール、モンスター玉ね。で、まあ日付があり、時計があり、で真ん中にもありますね。で、まあ気になるのがこの雷のマークね、これをねタップしちゃうとパカッと開くわけですね。で、歩数、本の方、ウェアのバッテリーとこう出てくれるわけです。で、選んだのが真ん中に常に来るということですね。ほら、これなかなかこの動きがね好き。ただこのボールが開いてるように見せるけども、ここだから開いてるっていうより、なんかスライドして開いちゃってる感がちょっとあるけどもね。うん、まあいいでしょう。で、このウォッチフェイスの設定はですね、まあ、これだね。照明を落とした時どうするか、3つ、白黒カラー両方白黒って言っちゃダメだね。でも両方白黒だよ。リアルな白黒カラーだね。うん、そうだ。まあバッテリー減るよって書いてあるから、こっちかな、こっちがいいかな。で、まあこれですね。はい、これだけです。動きのあるウォッチフェイス好きね。うん、はい、本日は、有名なボールのウォッチフェイスでした。それでは、さようなら。